おはようございます。3月27日月曜日、三経明です。三経明を読んでです。この今日の三経明は、文化庁が京都に移転するということについて書いてあります。文化庁移転は東京一極集中の是正や地方創生などの目的で、2014年に安倍政権が掲げた中央省庁の地方移転の募集に京都府などが応募したことで決まりました。文化庁は文化による地方再生や文化財の活用など新たな政策ニーズへの対応を進めるために機能強化や抜本的な組織改編を行い、2023年3月27日から京都で業務を開始しました。それにより文化庁移転のメリットとしては、文化庁が現場に近いところで文化行政を行うことで、地域の文化資源の活用や文化芸術活動の支援などが効果的に行われる可能性が高まります。京都という伝統文化の発信地にあることで、日本文化の国際的な魅力や競争力を高めることができます。文化庁が京都に移転することで、京都の都市の格や観光産業が向上し、地域経済にも好影響を与えると思われます。文化庁が全面的に移転することで、中央省庁の地方移転の先行事例となって、東京一極集中の是正や地方創生の促進につながるということが考えられます。その他にデメリットとしましては、文化庁が京都にあることで、外交や国会対応、関係省庁との調整や政策企画立案などの業務が困難になる可能性があるということです。では今はもうネットワークが発達しているので、そういうこともないと思います。京都に全面的に移転することで、東京に残る関係団体や専門家との連携が弱まる恐れがあります。さらに職員や家族の生活環境や教育化問題などが生じる可能性があります。これはもう必然ですね。移転費用、経済的経費が増大する可能性も、まあ引っ越しになったらそうですね。そういうことで、文化庁が京都に移転します。私はこの三経文を読んで、文化庁が京都に移転することは大賛成です。故に私の今日の表題は次のように決めました。京都に咲く文化の花、文化庁移転の光と影としました。以上です。